まとめに入りたいと思うんですけど、知らなかった。そうなんだ。視聴者、うん、の早送りをする前までで視聴者の皆さんにも分かってもらえたと思いますし、この画面を通してね、この何十万人も僕の話を聞いてもらえているというこの状況、この凡人の、超凡人の、極めて凡人の、ちょっと背が高いだけの僕の話を何十万人が聞いてくれているというこの状況を一つとっても、僕は神に愛され、周りに恵まれる周りの人に恵まれる天才なんですね。究極ですよ。この才能があれば、もうその歌ができたり、運動ができたり、お勉強ができたり、もうそんなの、うん、全然やらないです。この才能だけで、これがあるから僕は毎日楽しいですし、頑張ることもできます。いや、もう大事ですね。まあ、要するに僕が言いたいのは、お前ら好き、ありがとう。終わりです。終わったー。何それー。